はい。今回は、共産党と強いつながりがある二党夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。え共産党と強いつながりがある二党夢野さんが代表を務めるコラボの会計書類についてですね、えー、裁判官にこんな書類じゃダメだーつってですね、ちゃんとした書類持ってこいつってですね、えー、指摘をされているようですので、紹介していきたいと思います。ははは。 えー、東京都が認めた書類ですよ、これ、うん。もっと言うとですね、監査員が認めた書類ですよ。えー、ちなみにですね、その公認会計士だっている、そんな方々が認めた書類ですよ。うん、そんな書類でもですね、NG ということですね。<laughs> 東京都と監査員が認めても司法は認めませんと。えー、二刀ゆめのさんがですね、汗水垂らして領収書をかき集めてですね、作り上げた傑作、無事にですね、裁判官から拒否をされてしまうというのでですね、 えまずはですね、こちら、ひまさらあかねさんが、住民訴訟のですね、速報をツイートされていますので、紹介します。住民訴訟速報、裁判官、との出した資料、評算だとわからない。 きちんとわかるように立証せよ。信じてたぜ、司法っていうのでですね。まあ、そりゃそうですよね。当然ですよね。え、確認するたびにですね、数字が変わる。そんな会計資料なんてですね、聞いたことないじゃないですか。<laughs> 何のために書類を作ったんだと。もう資料の意味がないですよね。 うんまあ、数字の根拠、会計書類に書いてある数字の根拠だってですね、もう全然わからないですしね。うんまあとりあえずですね、100万円でしたーつってですね、100万円分の領収書書き集めれば OK ーみたいなですね、そんなのっておかしいじゃないですか。本当にその100万円が必要だったのか、何に100万円を使ったのか、もう全部ブラックボックスじゃないですか。 裁判官にですね、こうやって一瞬で拒否をされている資料をですね、え簡単に認めてしまう、この東京都とですね、監査委員会ってですね、本当にやばいですよね。特にですね、監査委員会ですよ。先ほども言いましたけども、公認会計士だっているんですよ。その監査委員会の中に。もう全員首にしてですね、総入れ替えしないともうダメですよね。腐り切ってますよ。監査委員会の中にですね、ユリ子の部下がいるのも明らかにおかしいじゃないですか。 いやあ、もう東京都もですね、これ裁判官に何言ってんだ、つってですね、拒否られてるわけですよ、ね。<laughs> こんなんて認めんじゃねえ、つってですね、そういう状態になってますというとこですね。はい。えー、こちらですね、いいねとリツイートしておきたいと思います。えー、ひまそらあかねさんですね、続いてこんなツイートをされています。評判の話に戻ったから改めて言うけどさ、 公開されてる帳簿がおかしいから、監査請求したら、表参とかいう新しい帳簿が出てきたら、それは裏帳簿と言っていいと思うし、さらに根拠も明らかでない表参で、よしされたら、監査委員会なんていらねえんだよ金返せーっていうのでですね。まあ、監査委員会がですね、今もう何も役割を果たしていないわけですよね。うーん 表の帳簿はえパソコンです。裏の帳簿はエアコンです。<laughs> 表と裏で金額も違います。みたいなですね、えー。こんなことやってるわけですからね。もう川崎市のですね、朝の市議とかかわいそうですよね。もうこうやってですね、表に出ている情報がですね、もう不十分、もう十分ではないからですね、きちんと全部出しなさいと。 えー、裏にはですね、なんて書いてあるんだいつってですね、指摘をしたらですね、問いかけたらですね、訴えられるわけですからね。<laughs> こいつ情報出してないんですけど、何なんだつってですね、YouTube で動画アップロードしたらですね、訴えられるわけですよね。<laughs> いや、本当恐ろしいですよね。 えー、公金使った事業なわけですから、本来はですね、事業者側に対して、まあ、情報公開しろっていうですね、ま、あそういう権利だってあるわけですし、事業者側はですね、その情報公開する義務があるわけじゃないですか。えー、公開義務を追求したらですね、もう訴えられるっつ、うるせえっつってですね、訴えられるって聞いたことがないですよね。うん。いやー、これでですね、まだ公金をもらおうとしてるやつからね。<laughs> いやー、信じられないですよ。うーん。 いや、今回はですね、この一般人でもなく、議員でもなく、えー、裁判官にですね、これじゃダメだぞっていうふうにですね、えー、指摘をされてしまったわけですけども、まさか、今度は裁判官を訴えたりとか <laughs>、そんな展開にならないでしょうか。うん いや、今までの対応を見てるとですね、とてもじゃないですけども、裁判官が納得するような十分な資料、次回までに用意できないと思うんですよね。えー、これじゃダメです。これも出せ。いやー、これは出せないみたいなですね、個人情報がーとかですね、なんとかこうやりとりが発生すると思うんですよ。で、最終的になんか裁判官がー、 期待する情報ってなかなか出てこないんじゃないかなと思うので、えー、うるせえっつってですね、逆ギレして、なんか、裁判官、訴えられないですかね <laughs> 大丈夫ですかね、うん、裁判官さん大丈夫でしょうか気をつけてくださいっていうのでですね、えー、今後のですね、東京都コラボ対、えー、ひまさらあかねさんのですね、この裁判についてですね、住民訴訟についてですね、もう非常に楽しみになってきましたね。はーい。えー、こちらですね、いいねしておきたいと思います。はーい。 えー、それではですね、今回の事件について、ネット上の声も見ていきたいと思います。えー、まずはですね、こちらのコメントです。 本来なら、行政と独立した立場で、東京都の支出を監査するはずの監査委員を務めた公認会計士の除名処分、責任問題に発展しそうで、くさーっていうのでですね、都民がですね、もう自分たちの権利を使って、住民監査をしてもらったにもかかわらず、それで監査をしたにもかかわらずですね、えー、こんな書類じゃダメだつってですね、司法には跳ね返されてるわけですからね、えー。これで OK としてしまったですね、東京都職員、それから黒塗り塗り子、それからですね、えー 監査委員会のメンバーですよね。もう全員除名処分。えー、責任問題っていうのはですね、何か出てこないと明らかにおかしいと思うんですけどね。はい。いい。裁判結果が出るといいなというふうに思いますね。はい。期待したいですね。はい。えー、こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 まだまだ余談は許さないが、司法の両親は見た気がする。あんな後出しの財務諸表、そうおいそれと認めてたまるか、というのでですね。まあ、司法だけはまあ、正しい判断をしてくれたというところですよね。まさかの東京都、それから監査員がですね、え、まともな調査をしないっていうですね。問題になっていたわけですけども、司法もちょっとなんか怪しいんじゃないか、って言われる時期もあ、ありましたけども、さすがにですね、これは食い止めてくれましたよね。うん、まず一歩目は食い止め 止めてくれましたと、いやー今後きちんと裁判官さんがですねいい判断をしてくださるのを非常に楽しみに待っていますというようなところですね。ああ、えー、こちらですねいいねしておきたいと思います。えー、続いてはですねこちらのコメントです。 ひ算を生とする主張が崩れちゃうじゃないかーっていうのでですね、これでいいんだーひ出てきたぞーこれでいいんだーこれが正しいんだーつってですね、言っていた、えー、東京都と監査員の皆さんですね、こんなのって許されるわけないだろうというのでですね、えー、あの方々の皆さん、え、東京都監査員の、えー、主張がですね、もう、もう全然ダメな主張だったと、今まで公表されてきた資料ですね、監査員の主張とかもですね、説明とか、いろんな資料出てきましたけども、そういう主張がですね、もう全 全然ダメだったということがですね、これで裁判官にも認められてしまったというようなところですよね <laughs> はい。えー、こちらですね、いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 それはあんなどこから出てきたかわからん資料で納得するのは都庁職員ぐらいでしかないでしょう。都庁職員は評算を理解できているわけだから、立証することなんて簡単だよねーっていうのでですね。えー、今回ですね、まあコラボもですね、これ補助参加、裁判に補助参加してるわけですけども、えー、まあこれ東京都がですね、これ評算で OK としたわけなので、コラボがいなくてもですね、東京都だけでこれ説明できるはずですよね。<laughs> ゆり子だけで説明できるはずですよね。うん。いや、コラボの力を頼らずにですね、どんどん、もう、このゆり子がですね、全部説明すればいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。<laughs> やれるもんならやってみろと、これでオッケーしたのお前らだろと、いうような話ですね。はい。説明できなかったら、クビになるというぐらいでですね、いいんじゃないかなと思いますけどね。はい。こちらですね。いいねしておきたいと思います。はーい。 えー、皆さんですね、今回、えー、東京都とですね、監査委員会がですね、えー、汗水垂らして作った、えー、魔法の氷山が、<laughs> 万能な、氷、万能なはずの氷山がですね、無事に裁判官に、えー、拒否をされてしまいまして、えー、きちんとした情報を持ってこいというのでですね、指摘をされてしまったわけですけども、皆さんですね、このような、えー、東京都、えー、それから監査委員の皆さんについてですね、どのようなご意見をお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄で、 コメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。